続きまして社会民主党党首吉田村友さん、よろしくお願いします。これはロポピの社会民主党の吉田村友でございます。参党の衆参国会議員全員参加をしておりますことをご報告申し上げます。皆さん、95日間の会期延長、しかも聞くところによれば参議院で議決をしなくても60日経って衆議院に戻して3分の2で再議決を行う、まさに国会軽視、国会無視じゃありませんか。私も参議院になりましたから余計腹を立てます。その大幅不尽な政権と皆様方と共に強く抗議したいと思います。今日私は2点申し上げたいと思います。この時点で233人の憲法学者が今の戦争法案憲だこうした表明をされています。はっきりその憲だと言ったのは谷口さんにはやりませんか。そしてなお私がこれを問題だと思ったのは東京新聞のインタビューにも答えていましたけれども、先の戦争法案特別委員会の担当認識で歴代の内閣法制局長官が今の法案を違憲だ明言をしました。公式の場で国会で議論されている法案を内閣法制局長官経験者が違憲だというのは異常な事態であります。つまり今の内閣法制局はちゃんと仕事をしていない、そのことを言っているんじゃありませんか。だから私は今日から憲法の番人ではなく安倍政権の番人になっている内閣法制局、役に立たない長官は独特に言っていた、そのことを申し上げたいと思います。そして先ほど大臣の決算委員会に戻した、今の予算委員会に戻した安倍総理が憲法学者や法制局長官経験者の意見発言をどう思うかということについて、国民の命や安全を守るのは政治家の責任だ、そのことを言うに困って繰り返し言っています。つまり政治家の責任だと言って憲法解釈を勝手に変えてよいのか。まさに国民が国家権力を縛る一権主義を否定する発言を公明党政権の選挙皆さん、もとよりこの戦争法案、集団的自衛権の行使は憲法違反、そしてお話がありましたように検討が行われる可能性があるところに出て行って後方支援を行う、後方支援、国民にとっては耳障りのいい言い方ですが、もちろん英語はロジスティックサポートですよ。そのまま約束と平坦、ここから行かないでください。一番狙われやすい下の方でお願いします。こうし、そして実践方法の拡大によって国連の活動をなくても、あるいは治安維持活動も TKO という形で参加できるようになる、まさに大変なく、これ前方に進むのは無理です。どこでも地球の裏側でも桜田門の方に進んでください。そうやって皆さんが通ったらダメなんですよ。もちろんこれも武力行使の一定化につながる憲法違反であります。各種世論調査でも明らかな通り、そして憲法学者や法律家の皆さん、学者の皆さんが声を上げています。まさに戦争法案反対の大きな声が広がっています。皆さん、
これまで私たちの行動に自信と確信を持って熱い熱の行動にありますけれども、伝統を反映に絶対反映するぞ。そういった思いで頑張ってくれるんじゃないですか。言うこと聞いてよあんた。ありがとうございました。続きまして生活の党と山本太郎と仲間たち参議院議員、ここから前に進むことはできません。よろしくお願いします。すみません、失敗です。危険な状態になります。ここから前に進めません。ご協力ください。1、2、3、8、3。何がいいか分かりますよね。この法案について公平だという人たちがたくさん知ってると言った男がいる。変な状態で出てきたのはたったの3人。1の次は2、2の次は3、3の次はたったんだという話です。いい加減にしろってことなんですよ。無理筋、無理やり憲法の一番上までも通そうとするこの法案、一体どんな狙いがあるかはもう皆さんご存知ですよね。安倍政権が誕生してからこの2年間、第二次安倍政権が始まってからこの2年間やり続けてきたことは大企業への恩返しの連続。家庭訪問、残業代付の方も全て安い労働力をもっと突破的に増やすという、その経営側のプレッシャー、リクエストに応えた形、そしてこの伝統法案もその中の一つだと思うんです。この経営側の中に防衛生産委員会というものがあるらしいんですよ。60社ぐらいで構成されてるんですって。三菱重工だったり IHI だったり、この人たちがずっとリクエストを出し続けていた。俺たちのビジネスチャンスをもっと広げろと。で、この方たち、この方たちのリクエストに応えた安倍政権、武器輸出三原則、この事実上解禁して、一体何をやりたいのか、欧米に見合うということ、欧米の大企業にも軍事部門が存在していて、全体の売り上げの7割を占めるというような大企業があふれている。ロッキードマーチン、ロッキードマーチン、年間売上3兆円は軍事部門からですって。でも解禁する前の日本は1番手の売上を上げている三菱重工でさえ2000億円台。やりたいことは十分にわかりますよね。金儲けのため、金儲けのために軍備も増強、そして自分たちの国の人たちも連れていく、地球の裏側にまで連れていこうって話。残念ながら徴兵セットはできないかもしれないですよ。どうしてか簡単です。貧困、生活困窮の人にそのままスムーズに流れてもらうっていうような流れを作れば、徴兵制なんていらないんですから。そして経済的徴兵制を、文部科学省の有識者会議で発言したこの人の経済導入会のおじさん、経済団体の言いなりでこの国をどんどん切り売りしていって、皆さんからいただいた税金は安全保障の名のもとに次々と自分たちの人刑事に流される。バカ言ってんじゃないよ。俺たちの夏休みを返せ。何が95日間延長だ。戦争法案と同じくこの延長に対して怒りを感じています。夏休みがなくなるということで自分の気持ちは一旦暗くなりましたけれども、逆にこの95日間を使ってきっちりと安倍政権を追い詰めようではありませんか。みんな一緒に合わせて頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後。